僕が窓を開けるといつものようにニワニワカラスが花壇の中土から生えた白い手が影の開くそれに僕が水をあげるといつものように花は増えてた優しいママに僕は呼ばれてパパとスタッフとの旅に僕の声を土掘り穴作り新しい花植えるらしい